はい、こんにちは、アンダースケスです。今日はですね、お金持ちになる方法、その中でですね、お金について真剣に考えようという話をします。で、この動画を見ると分かることはですね、お金持ちになるためには、お金について真剣に考えなければならないということが分かります。では行きましょう。まずですね、あなたがもし、お金持ちになりたいのでしたら、まずはですね、それをですね、実現するために行動が必要になります。例えばなんですけれども、もしあなたがですね、今まで受験をしてきたことがあるのでしたら、高校に入学する、高校受験で、高校に入学するという目標があればですね、それに向けて受験勉強をしたと思います。全く受験勉強をしないでですね、高校に入学するって言ってもですね、なかなか難しいと思うので、目標に向かって行動する、そういうプロセスを取ってきたと思います。で、それと同じでですね、もしあなたがお金持ちになりたいのでしたら、お金に関する勉強をしなければならないんですね。もしくはお金に対する行動を取らなければならないんです。しかしですね、日本の教育システムはですね、お金に関する教育というものは全くされていないので、もしあなたがお金持ちになりたいと思ってもですね、どんなお金の勉強をすればいいのか、どんなお金の行動をすればいいのかっていうのがわからないと思うのです、思います。なのでですね、まずはですね、お金持ちになるとあなたが目標を持ったなら、何かあなたがお金の勉強なり、お金の行動を、お金に対するですね、行動を取らなければならないということをまず頭に入れておいてください。ではですね、じゃあどういう行動を、お金持ちになるためにはどういう行動を、取ればいいのかという話をします。まずですね、いきなり何か行動するっていうよりかはですね、まずあなたがですね、将来どのくらいお金が必要かっていうのを知るのが第一歩となります。あなたがどれくらい将来お金が必要かを知るっていうことはですね、まずそれでですね、お金について真剣に考える時間 を得るっていうことなんですね。例えば、あなたが将来どのくらいお金が必要かっていうのは、例えばこういうマンションが欲しいとか、車が欲しいとか、マンションの値段は例えば5000万ぐらいの絶対マンションが欲しいとか、あとはですね、車は500万円のいい車が欲しいとか、いろいろあなたの夢があると思うんですね。じゃあ、あなたの夢がですね、例えばどのくらいのお金が必要かっていうのを知ってですね、初めてそれでですね、お金について真剣に考えたことになります。そうするとですね、お金についてどんな知識が必要かどうかっていうのが分かります。例えばあなたがどうしてもマンションが欲しいのでしたら、マンションをですね、できるだけ安く購入するとか、金利が低く抑える方法とかですね、いろいろローンの組み方とか、いろいろな知識があると思うんですけれども、それについて勉強する必要があると思うんですね。で、そうするとですね、例えばマンションを購入するにしてもですね、じゃあマンションを購入するにはどんな知識が必要かっていうのが分かったので、ではそれについてお金の勉強をすればいいというプロセスになります。ですから、もしあなたがですね、お金持ちになりたいと思っていて、そしてお金の勉強をどういうふうにすればいいかわからない、お金の行動をどうすればいいかわからないのでしたら、まずはですね、あなたが将来どれくらいのお金が必要か、それを知るということを調べてください。で、それをですね、しっかり調べたり考えたりするとですね、具体的にあなたが何が欲しいのか、将来どういうことにお金が使いたいのか、そういうものがはっきりしてくると思うので、それに合わせたですね、お金の知識を手に入れると考えて、そしてお金の勉強をするといいと思います。ですから、まずはじめに将来どれくらいお金が必要かを考えるのが第一歩ということを覚えておいてください。はい、では最後までご覧になっていただきどうもありがとうございました。もしこの動画が参考になりましたら、 YouTube チャンネル登録とグッドボタンを押していただけると嬉しいです。また YouTube の動画説明文のリンクからメルマガ登録をしていただけると嬉しいです。最後までご覧になっていただき本当にありがとうございました。